はい。皆さん、こんにちは。生活館の生活館です。はい。始めました。ということでね、あのー、今日はタイトルにもある通り、えー、ムーブメント、社会運動の起こし方について、ちょっと最近考えたことがあるので、話していこうと思います。お願いします。まず、皆さん、これまでの時代、誰がどうやって作ってきたと、 みんな思ってますかそうなんですよ。例えばナポレオンとか、誰かとか誰かとか、スティーブ・ジョブズとか、いろんな革命家がいて、で、その人が、もうその天才さでもう世の中をガラッと変えていくみたいな。みんなそういうふうに思ってますよね。そうやって社会運動、ムーブメントは起こっていくって。でも実はそれ、違うんですよ。まあ違うというか、厳密には、 ちょっと違うんですよその天才って、あのー、大して重要じゃないんですよね。社会運動には。社会運動を起こすということに関して言うと。じゃあ、何が重要なのかっていうと、その社会運動についていった最初のフォロワーが重要なんですよ。つまり、例えば、マスティーブ・ジョブズが、 なんかめっちゃ変なこと言うじゃないですか。よっしゃ電話をあのタッチパネルにして持ち運べるようにしようみたいな。それでその時代の人たちは、こいつ何言ってんだみたいになるじゃないですか。で、ほとんどの人はそうやって彼を変人扱いするわけですよね。革命家を。で、変人扱いされて、まあ、ずっとそのまま一人だとどうなるかっていうと、革命とか社会運動って起こせないんですよ。なぜなら、一人の力って限界があるから。 で、あのー、ここで重要になってくるのが、そういう何か変なことしてる、この変人。変人に最初についていくフォロワー、これなんですよ。例えば、あのー、スティーブ・ジョブズで言うと、あのー、スティーブなんとかみたいな、なんかもう一人フォロワーがいたんですよ。その人とスティーブ・ジョブズが力を合わせることによって、まあ、ことを進められるわけですよね。 で、2人でやっていっていて、そこに対してもう1人フォロワーが来たら、これも3人になって、これどうなるか集団になるわけですよ。だからもう集団になると、もう大きくなるのって時間の問題なんですよね。だからこそ、もう3人になって、4人になって、5人になって、あ今入ればまだコアメンバーになれるかもしれないとか、もうだん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 社会運動化していくんですよね、ムーブメントになっていって。で、だから、 一番重要なのって、その変人に最初についていくフォロワーなんですよ。そ、そしてまあ、二人目のフォロワーとか。それで三人以上になるともう集団になるので、社会運動になるという。で、なんでこれを今話すかっていうと、あの、僕ちょっと身に染みて感じたことがあって、ちょっと、これなんですよ。えー、これです。はい、これツイッターなんですけどね。 あのー、これは、まあ、僕がやっている、この特利という、まあ、あのー、ウェブサービスがあるんですよね。まあ、このちょっと特利アップから、ちょっとフォローしていただいて、特利アップからちょっと開いていただきたいんですけれどもね。あのー、まあ、この感情分析 SNS をやってるんですよ。で、まあ、これちょっと開くと、まあ、こういう、こういうもので、 で、まあ、例えばここから使い方、こういうふうに作るを通して自分をもっと深く理解しよう <laughs> まあ、こういうもの。まあ、ちょっとこれは今関係ないんですけどね。あれ今映ってましたかちょっと一応、ちょっと共有、画面共有をちょっとミスった可能性があるので、ちょっともう一回。はい。こういうふうに特例アップをこう開くと、えー、まあ、こういうものが出てきて、 使い方。はい。作ろうとして自分をもっと深く理解しようとう。はい。こういうもの。よかったら見てみてください。で、まあ、特意。特意。で、まあ、ツイート、ツイートをめっちゃしてるんですよ。このユーザーを集めるために。で、今頑張ってフォロワーがちょっと増えてきたところなんですけど、これで、ムーブメントの起こし方っていうものを身に染みて感じたんですよね。っていうのは何かっていうと、 僕、たまたま、その、まあ、毎日毎日ツイートするために、まあ、ネタを用意するわけですよね。こういうふうに。自然や動物の爪の物だったとても温かいですよね。あとはどう感じましたかみたいな。で、そこでたまたま、まあ、このハートのジャックを、まあ、絵で表現したみたいなものが、をツイートしたんですよ。すると、これに対して、なんか、この、この人が、なんか、こんな感じでどうでしょうか なんかどう感じましたかに対して変身してきたんですよ。で、まあ、すごいトランプを最高数学の表現です。52枚全てに詩を作ってみても面白いかもしれませんね。って僕が言ったら、1人1枚ずつでもやりましょうやりましょう。面白そうなプロジェクトやりませんかはい。気づきましたか皆さん。もう1人のフォロワーをここで獲得したんですよ。プロジェクトを起こすための。で、やっぱり何が重要かっていうと、その1人で、 何かをやり続けるっていうことよりも、フォロワーを獲得したら、もう確信、これはできると確信してやり始める。これが重要なんですよね。一人でずっと何,何も分からず、こうやっていくと、まあ、さすがに社会にあの適合できないわけですよね。その社会運動っていうものが。だからこそ、このまず一人目のフォロワーを獲得したら、あ、これはいけると確信して始めるんですよね。 で、まあいいですね、やりましょう。50年の物語で立ち上げますね。一緒に盛り上げましょう。その一緒に盛り上げましょう。で、まあよりもう仲間意識を持ってもらって、こうフォロワー化していくっていう。で、はっふっかれですね。っていうことで、まあ僕はその30秒後に、えー、これをツイートしたんですよね。50万のトランプに詩を添えよう。で、まあ好きなうは詩を書いてみよう。50年の物語でについてツイートはこちらでリツイートさせていただきますっていう。 で、まあこれをやったわけですよ。で、まあこのさっきの人のこのハートのジャックに対するやつがまあ最初のあれになったという感じなんですけど、まあここでまあ今2人ですよね。で、ここで3人になるかどうかっていうのは大きなポイントなんですよ。で、まあやっていると、まあまあまあこうやってやってこうやってやって、で、するとですね、どこでしたっけな。 これかなこれじゃないっすね。えー、っと。あ、多分これですね。これのリプライに。あ、これですね。えっと。ちょっと階層的になりすぎている。えー、っと。 はい。この、ここでね。あのー、これですよ。その、その、妄想ポーカー。まずはロイヤルストレートフラッシュを作りませんかあと4枚で完成です。みたいな。こういうふうに、あの、アイディアを出してくれるんですよ。別に何も報酬がないのに。こういう、これが、あの、本当に仲間意識を持ってもらって、最初のフォロワーになるこの、この人ってことなんですよね。で、まあ、妄想ポーカーをトレンドへっていう感じで、まあ、 えっと、なんだこれ。ハートの Q。はい、ハートの九もこの人やってますね。で、まあ、それはいいとして、まあ、この妄想ポーカーっていうものを、またその52枚の物語の中の妄想ポーカーっていうプロジェクトの中のプロジェクトにするということを提案されたわけですよ。で、あ、これいいなと思って、まあ、 えー、こういうふうに妄想ポーカー。まずは詩を作ってハートのウェアスレッシュし完成しましょう。現在、ハートのジャックのみ、あと4枚です。みたいにやるんですよね。すると何が起きたか。するとですね。なんと3人目のフォロー、あ、2人目のフォローが来たんですよね。興味深いですね。私はハートのキングについて。ダらららららららラララララララ こういうふうにで、この3人目のフォロワーに対して、あ違ゃあ、2人目のフォロワーに対して、この1人目のフォロワーが、なかなかアイデア取が取れなくどうしようと話していました。救世主ですね。ありがとうございます。このような企画は、すいさせん。楽しみましょう。で、まあ、こう、最高の遊びにし,ましょうもっともっと頑張るよ。みたいなで、まあ、私は肌の術作ってみますね。で、ぼちぼちでいいと思います。今日も10時過ぎました。また明日にしましょう。やってることは多いとないまだけど、遊びつけに何かがあるときも気にしますい、ね、か 感じでこういうふうにもう2人目のフォロワーもこう仲間意識をこう強く持たせているんですよね。その1人目の,このフォロワーが。で、これによって3人のもう集団になったわけですよ。で、まあこれ、あの今日はもう10時過ぎましたから、また明日にしましょう。で、まあ明日もこうやって続いていくわけですよね。で、これってもう3人になると、しかもこの人たちも拡散するので、もう時間の問題なんですよね、大きくなるのは。っていうので、 あの、ムーブメント、社会現象、社会運動をこう引き起こしていくっていう、まあ、あの、プロセスについて結構考えたっていう。まあ、ほら、こういうふうに、コラボ企画始まったよ。何度でも作れませんか何度で作付ける拡散希望です。みたいな。私やってくれてるんですよね。で、まあ、こっちでこういうのをリツイートしていくっていう。まあ、そういうことがあって、 僕は、まあ、感じたわけですよね。その社会運動のを起こすプロセスで重要なそのフォロワーっていう概念で、あのー、だから結局何か社会を変えるようなものを作るときって、それを発案する変人もまあ大事なんですけど、まあ、その人がいないと何も起こらないから。でも それと同じくらい重要なのが、フォロワーになる勇気なんですよね。この人にちょっとついていってみようかなとか、興味を持って、その、自分の時間をこう、渡すっていう、そういうフォロワーになってみる、最初のフォロワーになってみる勇気っていうのが、社会運動を起こすにはめちゃくちゃ重要なのかなと僕は。 感じました、はい、よくファーストペンギンっていうその最初にペンギンが崖からこう海に飛び込んでそしたら後,後からみんなこう飛び込んでいくみたいなのがあるんですけどそのファーストペンギンというよりもこの理論から言うとセカンドペンギンがめちゃくちゃ重要なんですよね。でないとそのファーストペン,ペンギンはただの変人になってしまう革命家になれないっていうことがあるからですね。はい ということを僕は、あのー、さっき思いついたので動画にしようと思いました。ということで、本日は生活感は以上になります。バーイ。